で今日はですね、北の物販大富豪こと、大富豪ファーザーマスターヒロさん直伝のこの銀行融資を中心にしたセオリーに基づいてね、企業独立とかですね、創業のための資金を作り上げるべく新たに新規創業融資に挑戦して実際に実現するためのですね、A から Z 全ての手順を解説させていただきたいと思います。でまず最初に新規創業融資から始まる新しい世界ということですけれども、はい、でまあ、この新規創業融資から始まる、ね、銀行融資の世界に勇気を振り絞って足を踏み入れることでですね、お金との向かい合い方っていうのが根本的に変わってくると思います。で、まあ、通常であれば、一生懸命労働してお金を稼ぐ、まあ、そういう形のが世の中の一般常識だと思うんですよね、はい。でまあ、それとは全く異なって滞留させた資金を、ビジネス投資で増やすっていうね、全く新しい概念とシフトを遂げることになるんですね。だからね、サラリーマンのように毎日朝早く起きて満員電車に乗り組んで出勤する、で上司に頭を下げながら労働を続けるっていうこのお仕事のスタイルとは根本から異なってくるわけなんですよね。でこれは本当に50年以上無敗の大富豪一族、このお金持ちになる、まあ、根幹の全てではないですけれども、その必要なね、構造を構築するための必要なパーツの一つで、あくまでもこのお金持ちを最短最速の年月で目指すためのね、心強い武器となる方法になるわけですね。でやっぱり本当に重要なのは、お金持ちになるためにはですね、お金持ちになることだけを考えて行動するということなんですね。でその一つの戦略術として、この銀行融資で資金を滞留させるっていう概念があるんですね。だからこのまず一つ目に、いかにこの税金のかからない滞留資金を増大させるのか、銀行融資から来るね、この税金のかからない滞留資金ですね。でその次に、いかに滞留した資金をビジネス投資で増やすのか、まあ、基本的にはこの資金を、滞留させて増やし続けて、それを、ビジネス投資で増やしていく、基本的にはこれたった2つのことだけを中心に考えて、取り組むことになるわけですよね。本当に無駄の全てを排除されて、とことんお金持ちになることから完全に逆算された取り組みでもあるんですよね。だからやっぱりね、本当に根本から、異なるんだよっていうところがね、まず重要になってくると思います。で、まあ、資金でビジネスを増やすといえば、まあ、すでにね、年間プログラムの中でも、ケイタさんがね、講義を知ってもらいましたけど、まあ、ケイタさん自身もまさにこの北のセオリーのね、かなり初期の頃の実践者でありましてですね。で、ケイタさん自身も、まあ、こういう形で、まず今の経営多式っていうね、あれだけ、ね、本人も稼いでいて、さらには本人以外の方も再現できてっていうビジネスモデルを構築する前段階ですよね。全くゼロのサラリーマン、もう本当にあの上場企業に勤務する普通のサラリーマンだった啓太さんが、まあ、この地下ソサイティの門を叩いていてですね、で、この新規創業融資に挑戦をしたってことなんですね。で1年目はまだビジネス、開始してない状態で会社を作る、銀行からお金を借りる、現地ができる、で最初に新規創業融資として1700万の資金ができました。でそれをじゃあ何やろうかなっていろいろ模索はしたんですけど、最終的に物販っていうところに行き着いて、まあ、それが今の携帯式の原型である国内で仕入れて海外で輸出販売するっていうこのビジネスモデルですね。でそこからまあ売上がね、次の年に2年目に、1500万、まあ、その時には追加融資っていうのは増えないんだけども、3年目に売上が7800万、利益が2000万水準になった時に、まあ、追加融資がねまた2000万ポーンと来てっていう、でその次の年に、売上が1億になって利益も4000万になって、で追加融資が6700万来て、で5年目は売上が2億になって、利益が5800万相当になって、銀行融資も、さらに追加できて9500万になって、で6年目に、売上が3億になって利益が6600万相当になって、でさらに、銀行融資が追加でボーンと来てですね、1億3000万になって、でこの後っていうのは啓太さんの場合はこの啓太式の仕組みっていうのはもうすでに1億円以上のお金が滞留している状態になってるんで、逆にちょっと資金が活用しきれてないっていう問題があるみたいで、あの
銀行融資5000万借りてくれませんかって来てるんだけど、お断りしてる状態なんですね。だからちょっとそういう部分では、あれですけれども、まあ、基本的には今は1億円以上の資金が滞留している状態で、なおかつ売上3億円、まあ、ここから売上利益を増やそうとしちゃうと、今度はこの2億から3億見て分かる通り、2億から3億に売上がいったとしても、そんなに利益が増えれるわけじゃない、まあ、これはね、やっぱりビジネスっていうのは人が介在しなきゃいけないということで、それだけ売上を高めようとすれば、労働大人数が必要になってくる。そうすると人数の中で管理者が必要になってくるみたいな感じになってくると、どんどん効率悪い。だからもうケイタさんの場合はここで横ばいっていうね、もう決めて、まあ、あとはこれを どう長い年月維持継続させていくかっていうスタイルに、いってるわけですね。だこれが本当に資金を、ね、減らさずに増やすっていう。ケイタ式資金実際は使ってないじゃないですか、分かってやってる人は分かる通りね、先にお金回収して後から仕入れるみたいなスキームなんでね、まあ、とはいっても、まあ、滞留させてる資金を増大させながら、じゃあ次何をで、まあ、そこから基本戦略術としては、まあ、本当にね、まあ、毎月どれだけね、コツコツ資金を貯められるかっていうね、まあ、これは滞留してる資金とは別に、滞留させてる資金をビジネスで増やした後の、ね、残ったお金がどのくらい増えていくかっていうところです。今はもう毎月100万円どころか、もう毎月数百万の年数が容易になっている状態なわけですね。これがまあビジネスでお金を増やすというところの分かりやすい例だと思います。で、次に資金を投資で増やすというところですけど、やっぱりね、投資っていうのはいろんな案件があるんですけど、じゃあ、 FX だったり仮想通貨だったりっていうと、まあ、そもそも根拠がない、ね、あとは、仮想通貨のように根拠ない状態でもギャンブル的に増やすことができたとしても、雑所得になってしまって、税金がね、そうすると 50% も持っていかれてる。そうすると株と比べると、ね、2.5 倍稼がないと株と同じぐらいにならないってことなんですね、仮想通貨の場合はね。でも株の場合は、さらには仮想通貨 FX と違って増える根拠がある。なんで増えるのかっていう根拠がある、まあ、短期的に勝つのは難しいけど運ゲーになってくるんだけど、5年10年長期で見れば見るほどですね、まあ、その会社がどうして成長するのかっていう根拠があるわけなんです。でさらには税率が一番安い 20% っていうところでね、明らかに利がある、まあ、あとは同じ資金を不動産で活用するっていう方法もあるんですけど、普通に不動産をやってしまうと、買って税金、持って税金、貸して税金、借りて税金、売って税金って形になってるんで、この税金面っていうところで見てみると、まず圧倒的に不利っていうのがありますね、株と比べると。でさらには、不動産の場合はですね、例えば量的指摘金緩和で、この10年間でバーってけど日経平均が伸びましたけど、不動産の場合は土地はまず伸びないんですよね、あんまりね。でマンションはすごい株価に連動して伸びるとは言いながらも、所詮はやっぱりすごい一番いいところで2倍ぐらいになって精一杯だと思うんですよね、不動産の場合。でも株の場合だと同期間で本当に5倍10倍になっているものっていうのがちゃんと根拠を見極めればあるわけなんですよね。で明らかに2倍がいいのか5倍10倍がいいのかっていうと、さらに税金のことを考えると株っていうところに行き着くわけですね。だから本当大富豪ファーザーが昔ねずっとおっしゃっていたこと、これは改めてよく話すけど、融資で資金をね増やして株で増やしなさいっていう、この分かりやすい、ね、図式っていうところが行き着くかな。だからそこで例えばケイタさんの場合も今やってるんですけど、ケイタさんも毎月100万円出たね、これも生活費は別のお金で、まあ、滞留させててもこれはしょうがないんで、どん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 そのお金を増えることにお金を使うっていうことで、コツコツ投資をしていく。まあ、そうすると、年率 30% で回すことができたとした場合だと、こういうね、なんと元本1億2000万が10年後には6億の収益が出るっていう。まあ、これが大富豪ファーザーマスターヒロさんがこれまで、まあ、50年間25年間やってきたことなんですよね。だから金持ってるわけなんですよ、めちゃくちゃ。ね、本当大富豪ファーザーっていうのは3桁億円をこれ なんでこれ1台で残せたのかっていうね話だし、マスターヒロさんも大富豪ファーザーとは別に自分でちゃんとやりながらもね、2桁億円で3桁億円にまだちょっと到達できたらいいんだよってぐらいを増やして、世の中ね見渡してもこれだけ多くのお金をちゃんと残すことがねできてる人ってのはなかなかいないわけなんですよ、はい、だここに行き着くわけなんです。そのためのお金持ちになるためにはお金持ちにすることだけをするっていうねところの、まあ、パーツの一つとしてこの銀行融資滞留資金を増大させるっていうパーツがあるわけなんです。